はい、どうもあれですね、リーチャーの、いや、あのイケメンにも弱いみたいですね。さっき陽平ちゃんだと容赦なく勝っちゃったんですけどね、陽平ちゃん、いいですよ、陽平ちゃんはもうそういう愛されるキャラクターでございますので、ね、本当にね、3連敗でございます。どんだけ弱いねんってことで、はい、さあ続いてどんどん、はいはい、じゃあ、はい、今日富士から来てくれましたミルクちゃんね。さあみんなで大きな声でいきましょう、せーので、始末じゃんけん、じゃんけんぽい。あーだ、めっちゃ強いでございますね、本当に。もうそういう空気が読めないのもりえちゃんの。はいはい、どうぞ、はい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 、ってみんなどんどん順番に。はい、さあ子供たちも、はい、じゃあじゃんけんやっててくださいね、お姉さん。はい、さあ子供にはちょっとね、ねえさ、ねえ、せーので、始末じゃんけん、じゃんけんぽい。すいません、ごめんね、本当に。まあ、そうそう、見てください、視聴者のみんな、なんとリエちゃんのね、この背中のドクロマークのチェックでできてるんですよね。かわいいですね、このリエファッション。先ほど見ましたね、本当にね、一冊一冊いいですよ、いいですよ、大丈夫でございますよ、うん、はい、じゃんけんぽい。はい、本当に空気が読めなくて、まあせっかくですね、この時間使って、あのリエちゃんのお母さんにインタビューしたいと。お母さん、こんにちは。まあね、本当にもうリエちゃんにそっくりとか、リエちゃんがよく似たんですけどね。お母さんもやっぱり天然さんですか？ね、でもいいですね、帰ったんだ、始末でみんなね集まってくれるっていうのはね。今日はね、実はね、あの番組でツアー企画しまして、あの湖西市からとか富士市からとか静岡からみんな来てくれてるんですよ。ねえ、ねえ、あんた、ねえ、お、カタカタカタ、僕カタカタ、何もらったそれ、何も、なんだろうそれ。ね、うん、ねえ、って方でございますので、せっかくなので、ちょっとお店の宣伝どうぞ、視聴者のみんなに。はい、うん、本当にお直しから、うん、あの手作りのバッグから、はい、布であればいいので、うん、あのご相談していただければ、うん、あのお答えできるかと思います。はい、そうだよ、ね、ぜひともね、あの島根来たら島根リフォームさんね、気軽にね遊び来ていただいて、あとよくあのいろいろこのジーンズなんかもリメイクしてね、バッグに変えたりとかね、本当にしてくれますので、はい、ぜひともね、このお母さんのね素敵な笑顔に会いに来ていただきたいと思います。どうもお邪魔しました、ありがとうございました。ね、じゃあそんな感じでね、りえちゃん、せっかくですので、今日視聴者のみんなにもう一言よろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。そしてこのね天然娘、りえちゃんにもぜひとも皆さんね応援していただきたいと思います。じゃあ最後に一言、もう一回めいちゃんでお願いします。せーの、めいちゃん。以上、島田リフォームからボス松千代でした。イエスマン。